スティーブン・モファットは、イギリスの脚本家、テレビプロデューサーである、スコットランド出身。グラスゴー大学在学中に、学内のテレビ局に夢中になるも、小学校の校長をしていた父親に習い、高校教師として3年半教鞭を取る。勤務する高校が、テレビドラマ、ハイウェイの撮影現場となった際、プロデューサーに、学校新聞についての脚本を書いていて、これは、 テレビドラマに向いていると売り込む。脚本を読んだプロデューサーは、今まで読んだ中で最も素晴らしい脚本と評価、プレスヤングというタイトルで1989年から1993年まで ITV で放送された。その後本格的に脚本家として働くことを決意。シットコムやコメディを主に執筆していたが徐々に SF 作品が増え、2005年から SF ドラマ、 ドクター・フーの脚本に抜擢。ダークで知的な作風が有名になり、テレビ番組に与えられる賞以外に、世界最古の SF 賞である、9号賞も受賞する。現在は、ラッセル・ T ・デイビスの後を引き継ぎ、ドクター・フーの制作指揮とメイン脚本家を担当。ほぼ同時期に、スティーブン・スピルバーグとピーター・ジャクソンに熱望され、初めての映画脚本となる、淡々の冒険。 ユニコーン王の秘密を執筆するが、ドクター風の制作と同時進行が難しいことから第一行のみで離れている。高校教師時代に最初の結婚をしているが、プレスギャングの放送中に妻の浮気が原因で離婚。それ以来私生活での不幸を脚本や登場人物たちに投影することが多くなる。1996年にミスタービームなどのコメディを 主に手掛けるテレビプロデューサーのスーバーチューと出会い、講師ともにパートナーとして関係を続けている。二人の間にはジョシュアとルイスの二人の息子がいる。ドクター・フーの脚本を担当する以前に、1999年放送のチャリティ番組でドクター・フーのパロディドラマの脚本を担当している。 2005年から2010年まで、ドクター風の制作葬式とメイン脚本家を担当していたラシセル・ティー・デイビスは、他の脚本家が書いた脚本を手直しすることは、よくあったが、モファットの脚本は、単語一つとして手を入れたことはなかったと語っている。ABC、ドクター風制作者のスティーブン・モファット、やはりシーズン10をもって降板。 海外ドラマナビ http コロンスラッシュスラッシュ dramanavi.net スラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ01スラッシュ10が主語にドット php2016 年4月7日閲覧。プロフィール スティーブンマファット http コロンスラッシュスラッシュ www.guardian.co.uk スラッシュメディアスラッシュ2008スラッシュメイスラッシュ20スラッシュ bc.te-lev-i-si-o-n 4<すそ> <además> ありがとうございます。